ビールの注ぎ方っていうどちらかといえばマニアックな、まあ、テーマだったと思うんですけれども、説教臭くなく説明臭くなくまた押し付けがましくもなくという意味で大変見やすくて興味深いプレスリリースだったなというふうに。今回は林さんっていう全てのビールメーカーでビアマイスターの資格を持って素晴らしい技術も持ち合わせている方がいらっしゃったことで、マニアックな世界観をより身近に感じてもらえるようにリリースを作成いたしました。ポン酢とこの前薬味とですね、このカツオの味がすごく合っているので大変美味しいですね。本当にシンプルに削ぎ落としながらでもここの旨味や香りを入れていくっていう、もう本当にビールが飲みたくなります。